お前の弁当一口くれよ。なあ、いいだろ。あ、やだよ。これ僕のお弁当だもん。また始まったよ。私の名前は桜庭好美5歳。私の通ってる幼稚園には一つ問題がある。へえ、これ結構ご飯に合うじゃん。やめてよ。僕のおかずを勝手に食べないでよ。同じクラスに人のお弁当を勝手に食べる卑しい同級生がいて困ってるんだ。ヒロヤはみんなのお弁当からおかずを取って、自分が持ってくるのはいつも白ご飯だけ。おい、コナミ、お前のおかずもくれよ。いやだよ。私も毎日ヒロヤにお弁当を食べられていた。こら、やめなさい、ヒロヤくん。その時、担任のチカ先生が気づいて、ヒロヤを止めてくれた。人のものは取っちゃダメ。みんな嫌がってるでしょ？自分のお弁当があるんだから、自分のを食べなさい。うるさい。うるさいんだよ。俺に命令するな。だけど感触持ちのヒロヤは怒って先生を思い切り突き飛ばしちゃったんだ。先生！そしてチカ先生はその拍子に思い切り頭をぶつけて動かなくなってしまった。すんじゃ、いただきまーす。やめて、やめてよ、食べないで。そんなヒロヤの態度はパパやママたちの間でも問題になったみたいで、ヒロヤのママを呼んで保護者会が開かれることになった。ここにいるタンポポ組の児童全員がお宅の息子さんにお弁当食べられてるみたいなんですが、ヒロヤ君のお母さん、何か心当たりはありますか？ないわ。うちの息子はそんなことしません。だけどヒロヤのママは知らんぷりをしてるみたい。いや、でもですね、みんな被害に遭っていて、私も実際に見てますし。第一、証拠がないじゃない、証拠が。というか、仮にそれが事実だったとしても、おかずを食べたくらいで目くじら立てることないわよ。子供たちのやることなんだし、おかずの交換くらいしてもいいでしょ。いや、交換というか、ひろやくんはそもそもライスしか。結局問題は解決しなかったみたいで、次の日からひろやは自分の白ご飯も持ってこなくなった。あれ、よくせよ、これは俺の弁当だ。あ、やめてよ。こら、やめなさい、ひろやくん。今までよりも調子に乗ってお弁当を丸ごと奪ってくるようになったんだ。うるせえ。まだ先生が止めようとしてくれたんだけど、またひろやはチカ先生のことを突き飛ばした。先生、チカ先生。今度は頭に怪我をしたみたいで、チカ先生は次の日からお休みになってしまったんだ。大丈夫ですか先生。お前んちの弁当量が少ねえよ。足りないからおかずもっと増やしてこい。その日、私はお弁当を全部ヒロヤに食べられてしまった。何よこれ。それはアニサキスだ。その夜、お家で晩ご飯を食べていると、お刺身を食べていたママが急に叫び出した。今日は釣り好きのパパが大好きなお魚を釣ってきたんだ。こんなにアニサキスがついてたんじゃさすがに食えんな。すまんすまん、この刺身は捨てよう。もう食べる前に気がついてよかったわ。ねえパパ、アニサキスって何？ん？ああ、アニサキスってのは寄生虫だよ。寄生虫？ああ、サバやアジ、サンマにカツオ、それにイワシ、いろいろなお魚の体に入り込む悪い虫だ。海を漂うアニサキスの卵を甲殻類が食べて、サバやイワシなどがそれを食べる。アニサキスは魚介類のお腹の中で孵化するんだ。その魚を運悪く人間が食べてしまうと、胃が食い破られてとんでもないことになるのさ。へえ、私はこの日、アニサキスがとても危険な寄生虫ということを知った。その後、私はパパとママに内緒で、出しっぱなしのお刺身からピンセットでアニサキスを取ってみた。怖くないから出ておいで。大丈夫だよ、食べたりしないから。すごい、動いてる、ちゃんと生きてるんだ。パパに聞いたら、塩水に入れて週に 1,2 回水を交換しながら冷蔵庫で保管すれば数ヶ月間生かしておくことができるんだって。あなたの名前は今日からアニーよ。アニサキスのアニーいい名前でしょ。私はずっと生き物を飼いたいと思っていたから、このアニサキスをペットにして飼うことにしたんだ。するとその時、そうだ、私はまだアニサキスがついているお刺身を見て、ある作戦を思いついたんだ。次の日、さあみんな、お待ちかねのお昼の時間だぞ。おい、すみませんアントンさん、急なことなので人手が足りなくて。いえ、少しの間ですし大丈夫ですよ。先生が頭を怪我して入院してるから、今日から幼稚園バスの運転手だったアントンさんが私たちの担任になった。
今日もお前の弁当食わせろよ好み。お前んちの弁当が一番味が好みなんだ。約束通りおかずを増やしてきたかよ。うん、私がお弁当を取り出すと思った通りひろやが私に近づいてきた。お刺身じゃん。そして当たり前のようにお弁当の蓋を開け出して、私のパパ釣りが趣味なの。俺お刺身大好きなんだよね。そう、私は昨日のアニサキスが入ったお刺身をこっそりお弁当に入れてきたんだ。ひろやがこのお刺身を食べればきっと痛い目を見ると思って。そんじゃ遠慮なくいただきます。何も知らないひろやはそのアニサキス入りのお刺身を食べた。食べた食べたわ。なんでこのみちゃんのお弁当をひろやくんが食べてるんだ。うん、ねえ、やっぱお刺身はご飯と合うぜ。どうなるのかな。私はドキドキしながらひろやの体に何かが起こるのを待った。だけどあら、男が虫くらいでビビってんじゃねえよ。やめてよ。こら、ひろやくんやめなさい。何時間経っても何も起こらなかった。そっか、アニサキスが足りないのね。どうやらお刺身に入ってるアニサキスの量が足りなかったんだ。それから私はパパがお魚を釣ってくるたびにお魚についたアニサキスを取ってヒロヤに食べさせる寄生虫の量を増やすために貯めていくことにした。1週間もするとアニサキスは20匹に増えた。あなたはヒロシ、あなたはジョディね。あなたはだけどまだまだ足りない。私はヒロヤを懲らしめるためにコツコツと準備を続けた。その間もヒロヤは人のお弁当を食べ続ける。やめてよ、お弁当取らないでよ。別にいいじゃねえかよ。こらやめなさい、ヒロヤくん。ヒロヤはアントンさんの言うことだって全然聞かなかった。この間のお弁当参観の日なんて特にひどかった。あら、美味しそうなお弁当ね。ヒロヤママまで私のお弁当をつまみ出して。あなたね、いい加減にしなさいよ。何よ、別に味見くらいいいじゃない。心が狭いわね。それを見て私のママも怒り出したけど、やっぱりヒロヤママも全然聞く耳を持たなかった。魚を釣ってきたぞ。はーい。そして私がこっそりアニサキスを貯め出して1ヶ月、容器の中はとんでもないことになっていた。うわー、これだけあればいいよね。ヒロヤを懲らしめるためには十分な量だと思った。私はそのアニサキスたちを一匹ずつパパに切ってもらったお魚の切り身に近づけた。あ、入った。するとアニサキスたちはそのお刺身の中に勝手に潜っていって、できたわ。そのお刺身はアニサキスが大量に入り込んでピクピクと動いていた。次の日、アントンさん、少しいいですか。はい、何でしょうか。さーて、お昼の時間だぜ。今日は誰の弁当にしようかな。怖がらなくて大丈夫よ、みんな。ヒロヤにお弁当を奪われ続けている私たちはお昼の時間になると今日は自分の番か持って毎日ビクビクしてた。だけどそれも今日で終わり。なんだよ、お前が食べてほしいのか、コナミ。食べてほしくないもん。もうみんなのお弁当を食べるのやめてよ。みんな迷惑してるの。うるせえ。どうせ俺の弁当になるんだからさ、最初から素直に渡せばいいんだよ。私はわざとヒロヤにお弁当を取られるふりをした。ヒロヤに疑われないようにするためだ。また刺身が入ってんじゃねえか、ラッキー。お弁当の中にはこの1ヶ月ポツポツ準備をして昨日入れておいた特別のお刺身が入ってる。ヒロヤはそのアニサキス入りのお刺身を取って、いただきます。いけアニ口に入れた。うん、おいしい。なんか変な味とかしない。ああ、うまいね。食えなくて残念だってね。明日からもっとお刺身入れてきてくれよ。そしてヒロヤはあっという間に私のお弁当を食べてしまったんだ。ごちそうさまでした。このみちゃん、僕のお弁当分けてあげるよ。ううん、いいの、これでいいわ。3時間後、それじゃあ帰りの会を始めるぞ。ヒロヤの様子がおかしくなった。見ると汗だくで真っ青な顔をしている。どうしたんだヒロヤくん。お腹が痛いんだ。大変だ。そしてその場で吐き出してしまったんだ。アニサキス入りのお刺身の効果なのは間違いなかった。お腹が痛いよ、なんだよこれ。今私のペットたちがヒロヤのお腹を食い破ってるの。ペット？いい気味よ、もっと苦しめばいいんだわ。今まで好き放題人のお弁当を取ったから罰が当たったのよ。このみ、お前が何かしたのか。いけ、兄、頑張れ、ヒロシ。これは一体。私の作戦は大成功だったみたい。
その後アントンさんが救急車を呼んで、ヒロヤはすぐに病院に運ばれていった。アニサキスを仕込んだ。私もしかして大変なことをしちゃったんじゃ。翌日、あなたね、うちの子に毒を盛ったのは。授業中の幼稚園にヒロヤママが飛び込んできた。息子から聞いたわ。あなたが私の息子に何か変なものを食べさせたんでしょう。落ち着いてくださいお母さん。病院でヒロヤが目を覚まして、私が何かを仕込んだとママに言いつけたらしい。こんなの傷害事件よ、傷害事件。警察に訴えてやるんだから。ヒロヤママは私を警察に突き出すと言ってきたんだ。だけどその時。それならあなたたち親子がやっていることは立派な窃盗事件ね。チカ先生、怪我で入院していたチカ先生がやってきた。はあ、何よそれ。このみちゃんは自分のお弁当にお刺身を入れてきただけよ。その魚にたまたまアニサキスが寄生していただけ。それなのになぜヒロヤ君がお腹を壊すの。それはあなたの息子が人の弁当を取ってるからでしょうが。そもそもあなたがちゃんと弁当を作らないからヒロヤ君はあんな行動に出るんでしょ。何よあんた。そんなの母親失格よ。あなた本当にヒロヤ君のこと愛してるの。愛してるならお弁当くらい自分で作ったらどう。先生はヒロヤママにビシッと言ってくれたんだ。何よもう。さあ行きましょう。きっとヒロヤ君が待ってますよ。先生がすごい剣幕で怒るものだから、ヒロヤママは何も言えず驚いて帰っていった。ありがとう先生。アニサキスか、考えたわねこのみちゃん。グッジョブよ。そして先生はこっそり私を褒めてくれたんだ。今日病院から退院した先生は昨日のことを全てアントンさんから聞いていたみたい。それから何日かして。うわー、すごく豪華なお弁当。今俺のママが料理学校に通ってるんだ。病院から退院したヒロヤはそれからは人のお弁当を食べなくなった。先生の言葉がとても効いたのか、ヒロヤママはお弁当を持たせるようになったんだ。ヒロヤママは昔からお料理が苦手でお弁当を作るのが嫌だったんだって。今までごめんなみんな。いいよ、許してあげる。私は問題を解決してくれたアニーやヒロシ、ジョリーたち、アニサキスのみんなに感謝したのだった。